で、こう骨格がね、日本の場合こうがっちりとしてるんですよ。ふわっていう感じで、こう硬い感じがするんですよね。みちやもとチャンネル。はい、皆さんこんにちは、みちやもとです。今日はですね、目前に迫りました2月の24日、ロフトナイン渋谷で行われるにぎぼり活動とガチトーク、このですね、これにちなんでですね、新堀和夫さん、それからですね、中屋敷哲也さんですね、伝説のスーツアクターの お二人の話を、僕が大野健華に入ったのはですね、ちょうどバイオマンがやってた頃ですよね、サンバルカンとかね。でライダーちょうど研究会はちょうどスーパーワンが終わった頃で、その頃メインはショーだったんですよね。あとそれから朝のペットントンとか、それからロボットあっちゃんとか、メルフェン、東映メルフェンシリーズみたいな、そういうのをやってる時期だったんですけど、で、ね、よく僕ね、中屋敷さんとか、新堀さんとかと一緒に、ショーなんかによく泊まりで行かせてもらったんですよ。それで、やっぱりですね、僕はすげえその時感じていたのは、テレビで見た仮面ライダーをやっていた中屋敷さん、それから、センターをやっていた新堀さんですよね。で、こう入る時にイメージってあるじゃないですか。で、僕はその仮面ライダーものすごい大好きで、8ミリ映画撮ってそこから入っていった人間なんですけど、やっぱりね、で立石は岡田勝る師匠じゃないですか。で、やっぱ初めて僕がお会いした時に、やっぱこう背中からこう後光が差してましたね。それで、うわ、これが岡田勝るかみたいな、もう完全に固有名詞みたいな、これがみたいな、 This is Mr. 岡田みたいな、そういう感じがあって、やっぱりね、びっくりしたのを覚えてますよね。で稽古するじゃないですか。稽古するとね、当時新堀さんの皆さんとレッドアクションの皆さんと一緒に稽古してたんですよ。で、頃まだ新堀さんのところはレッドアクションじゃなくて、新堀さんが一人で頑張って主役やってた頃ですよね。一緒の稽古とかもしたんですけど、でね、やっぱり新堀さんの中とこう立ち会うじゃないですか。で、立ち会うとこうガッて構えるんですよね。で、それはね、で、こう骨格がね、新堀さんの場合こうがっちりとしてるんですよ。ふわっていう感じで、こう硬い感じがするんですよね。でね、こう目力っていうかね、グワッていう力がすごいんですよね。突っ込んでくるみたいな、こう懐にこう入れないみたいな、そういう感じの駆け足で入ってくるの、立ち回りが、アクション、そこがね、ゴレンジャーから、ライダー X か、仮面ライダー X、 それからアマゾンでストロンガーもちょっとおやりになったようですけど、でその後はセンターの赤レンジャーからずっとやるわけじゃないですか。で、なんかそこのなんか俺は周りのやつには絶対負けないぜっていう感じのアクションが新堀和夫アクションなんですよね。で、僕はそれをすごい感じて、こう例えばこう千鳥ってこう抜けるテクニックがあるんですけど、それでもやっぱね、なんかこうその立ち回りの内容よりもこうグワッてきた、その時新堀さん仮面ライダースーパーマンに入ってたんですけど、こうバーって出てきて、戦闘員僕がやってるじゃないですか、当時。でガーって言って、スーパーアンがバッて出てきて、新堀さんがこう急こうきっかけを作るんですよ。その時にこう行くんですけど、ガーってなった時のそのこう圧がグワーってくるのが、ものすげえこう圧力がガッとくる、カメハメハじゃないんですけど、ガーってきたのをね、覚えてますね。ここがですね、あ、これは新堀和夫かって感じでしたよね。で、片やですね、両巨頭の中屋敷哲也さんなんですけど、これはね、逆にね、正反対なんですね。で、これね、どう違うかっていうと、吸い込まれる感じがするんですよね。中屋敷さんって、こう芯は当然強いんですけど、こう柔らかい方なんですよね。で、こうその時中石さんはバルボスやってて、で僕あの時宇宙ゲージかなんかやったんですけど、で立ち回りやるとなんかね、こうスーって入る感じがするんですよ。これね、言い方ちょっと難しいんだけど、滑らかなんだけど、こう吸い込まれるみたいな、
だからね、こうそういうこう感じがあるんですよね。だからね、こう包み込まれるなんかこう廃場って言ったらちょっと変なんだけど、なんかねそういう感じのオーラの中で立ち回りアクションになるんですよ。だからね、新部さんの場合はこう跳ね返されちゃうんですよね。なんかこう俺もどっちかっていうとこういう感じの立ち回りをするんですけど、新部さんの場合はガッとこう対峙しちゃう感じが本当に敵対敵みたいな感じの中なんですけど、中井さんと絡むとですね、こう敵対敵のはずなんだけどこうスーッて入っちゃうんじゃねえかなっていう中屋敷哲也の世界にみたいな、そういうなんかね、あ、これが中屋敷哲也かっていう固有名詞になっちゃうんですよね。あのね、そこはねすっごい不思議でしたね。あ、でなんかこんなに人によって違うんだとか思って。で、稽古はですね、当時アンドロメロスの主役をやった小泉豊さんとかね、あと高木雅人さんとかねが主役になって、僕ら絡みやってこう交代で主役やってみたいな、そういう感じでしたけど、そういうこう各人それぞれによってその対峙する感じが違ったりとかね。で、トランポリンをメインでやってた上田博さんとかは、V3 客演の時に V3 とかそれに入ったりするじゃないですか。ね、それはそれでね、なんかこうちょっとこう体操っぽい感じなんですよね。だからね、それはやっぱりその各自それぞれの特技がそのアクションの中にも出てくるみたいな、感じなんですよね。だからね、今ってそのちょっと違うのは、今のこういう特撮ものってそれに合った役柄、素面に合った役をやるみたいな、そんな感じじゃないですか。でも昔昭和の頃のライダーとか戦隊は俺が主役だっていう、俺を変える必要がないっていう感じでやってたんですよね。だからなんかね、その各自それぞれの立ち回りのアクションとかテクニックとか、それから個性っていうのがあって、その中で立ち回りをするっていう感じですよね。で、そのメインで立ち回りをつけてるのは岡田将生師匠ですよね。で、まさにその仮面ライダーの1号、91号からずっと、まあ、柔道一直線からそうですけど、大貫演芸会を背負ってきた方ですけど、岡田さんなんかはやっぱりあんまり岡田さんと絡んだ記憶はなくて、やっぱ立て師なので、で、まあ、横目でこう立て見て、ね、ああこういう流れかみたいなね。で、僕はそれをハリウッドでこうアレンジしていろいろやったりもしたんですけど、まあ、今でもそうなんですけど、なんか独特なやっぱ剣の舞ですよね。だからそのこう体操っぽくない、カンフーっぽくない、やっぱその日本の歌舞伎の流れみたいな、そういう感じのアクションでしたよね。だからね、今見ても今俺ガッチャードとか福澤博美さんですよね、レッドアクションのやっぱりなんか見てると昔っぽいこうアクションっていうのがなんかこう、なんかそう面芝居があるっていう感じのアクションですよね。俺はそういうのがとても好きで、やっぱりその日本の文化に基づいたアクションっていうのがやっぱり戦隊にしろライダーにしろ基本のアクションかなと思う。なんか今日この頃ですよね。戦隊もライダーも今レッドがメインでやってるので、そこはね僕もすごい嬉しくは思いますね。まあ、でもそれはジャックさんとね、JC さんとこう切磋琢磨してやっていけばまたいい風になっていくだろうし。